それまでにやらなきゃいけないことがちょっと多発して、多発っていうかいろいろあるので30分ぐらいやろうと思います。だから19時30分までかな、やります。こんばんは。ちょっと あの立ち位置表を思い出してやらないとちょっとやばいちょっとやばいので頑張ります。その昨日フォルダにある8人公演の立ち位置を消しました昨日で終わったから次は12人公演頑張ります。明後日から12人になって、そして19日かな、19でしたっけ、女性無料招待の公演にも出るのでぜひ女の子来てください。待ってます。あ、19日です。19日の17時からです。あ、花ありがとうございます。あ、ありがとうございます。暑い、暑すぎる、めっちゃ暑い、ほんと。こんばんは。花束ありがとうございます。ありがとう。今日も暑いですね、とっても。もう今日筋肉痛がやばすぎてめっちゃ体痛い。朝起きてからのなんか体の痛さがやばかったです。めっちゃ痛い。ハートありがとうございます、たくさん花もありがとうございます、ありがとう。そう、昨日はねお手紙もらったんだよね。そういえばお手紙もいつも読んでます。いつも帰りの車両乗る前に読んでるもらってすぐ開けて読む派です。お手紙も嬉しいです、ありがとうございます。手紙っていいよな。めっちゃ字が綺麗な人でした。こんばんは。こんばんは。12人公演楽しみ、ゆずも楽しみ。もうあさってなんだね。私当日はるーちゃんのお誕生日で、るーちゃんのお誕生日もお祝いできるということで嬉しい。るーちゃんファンの方たくさん当たったのかな。まあ生誕祭もね、もう何年ぶりって感じですから、メンバーにとっては。わあ、めっちゃいらっしゃった、ごめんなさい。楽しみ。生誕祭って本当に緊張するんですよね。そう、私だけかもしれないけど、メンバーはめちゃめちゃ緊張する。2ヶ月前ぐらいから緊張しだすんですよ。そう、何話そうとか、なんて言えばいいかなとか、めっちゃそういう気持ちになっちゃう。こんばんは。生誕 T シャツとかも考えないといけなくてね、もうそろそろ来るかもしれない。提出のお知らせが。こんばんは。
ゆずきっていう、そうですそうです、友達に月って書いてゆずきって読みます。つにてんてんです。つはよく間違えられるんですけど、つにてんてんです。月なんで、月がついてるからつにてんてんです。こんばんは。私の生誕 T シャツはシンプルにしたい、まあ、今回のシンプルです。今回のっていうか17歳の生誕 T シャツもシンプルだったけど、もうシンプルにするそう、お腹空いたんだよね。こんばんは。あ、ハート10個ありがとうございます。ハート。ありがとうございます。暑い、今日も暑い。でもまだクーラーはつけていません。まだつけません。今だって6月だもん。9月でつけたら夏越せないよ絶対に。だから私はまだつけない。まだまだ開ける。でも今はちょっとショールーム中だから窓閉めてるけど、ちょっと外の音がなるべく入らないように閉めてるけど、まだ私は負けません。こんばんは。レインボースターありがとうございます。ありがとう。こんばんは。私なんかクーラーつけるとさ、うるさくない？配信って言ってまだ布団めっちゃ出してるけど、冬と同じの使ってる。まだそれしまいなよって話だよねその前にさ、暑いとか言う前にその布団しまいなよってなるけど、でも寒い日だってあるじゃん、朝とか特にね。そうだからまだ出してあります。出してあるっていうか普通にベッドの上に置いてある。そうショールームするとさ結構音とか入ったりするから、そう外の音とかクーラーもだけど結構多分音が入っちゃうから、ショールームの時だけはちょっと窓閉めてます。いつもこんばんは。前髪がこの時期にね、めっちゃ綺麗ですよね。そう、私窓がさここにあるんですけど、ここの窓がちょうど夕日が入ってくるからめっちゃオレンジ色になる。午後5時とかだとこの季節部屋がオレンジ色になります。めっちゃ綺麗。その時こんばんは。明るすぎて時間感覚くる。いや本当にそれはそう、今の時期の一番困るところ。それなんかまだ明るいからまだいけるっしょと思ったけど、もう7時とかでえっみたいな、めっちゃ焦るもん。いつもやばいじゃんってなる。すごい、結婚してたってギフト。私はまだしないですけど、ありがとうございます。ギフト結婚してって。こんばんは。皆さんは今ドラマ見てますか？急の話。皆さん今のドラマ見てます？ゆずは1個だけ見てる。ちょっと遅れてだけど。
だいぶ遅れて見始めた。こんばんは。ドラゴン桜、そう、私もドラゴン桜だけ見たの。まあでも録画はしてある、ママたちが見てるから。ドラゴン桜面白いよね、めっちゃ面白い。もう追いついちゃった追いついちゃった。ドラゴン桜すごい面白いんです。こんばんは。なんかドラマとかってさ、そのは新しく始まるってなって、その始まった日に見逃すと見る気失せません？ああもう見るのやめようとか思っちゃう。いつも見逃すとさ、その1話とかを見逃しちゃうと、ああもういいやって思っちゃう。こんばんは。一系のカラスも確か録画にあった気がするけど見てません見てません。そう、最近めっちゃメンバーとかスタッフさんが東京リベンジャーズ面白いよってすごい言われて、ちょっと気になってる。アニメ見たことないけど、あんまり1話見ないですけど、1話じゃない、アニメ見ないですけど、ちょっと迷っております。でも今なら間に合うって言われた東京リベンジャーズ、まだなんかアニメとか始まったばっかりとか、まだ見れるよって言われたから見ようかしらって思ってます今。アニメね、なんかでもなんか東京リベンジャーズ映画でやるのは知ってて、実写を、そう、それは見に行きたいなと思ってたんですけど、なんかやっぱアニメ見てないと分かんなそうだなと思って、話が。そうだからさ、ちょっと迷ってる。そう、なんかこの間そう朝ドラをめっちゃ残してやって、それをめっちゃ消したんですよ一気に。確かだから今録画できる容量がすごい増えて、そうなんです。クルリンパ可愛かったよ。絶対見えてないでしょ髪の毛。昨日のさ、本当に髪型失敗したなと思っちゃった。なんか昨日ここに髪の毛こうくるくるってこう髪をこうやって結んで、ここにこう一個なんか空洞を開けてこうくるってやる髪の毛があるんですけど、それをやってたんですよ。そう、でもこっちに髪飾りつけちゃってて、だからほとんど見えなくて、そう、結局なんかダンスメドレーだけだったんです、見れたのが。本当になんかああやっちゃったって思った。こっちに髪飾りつけてもらえばよかった。あれじゃただの耳かけみたいになっちゃって、ちょっと悲しい。あれ編み込みじゃないんだよね、くるりんぱなんだよねクルリンパっていう髪の毛は私が小学5年生の時に大ブームしました。大ブームを巻き起こした伝説の髪型です伝説の髪型です。そう、めっちゃ流行って、もう毎日女子がやってましたその髪型。もうそれやんないとなんかダメみたいな空気にまでなったぐらい。そう、めっちゃやってた。そう、多分ね、聞けばわかるよ女の子たち。クルリンパって髪型流行ったって聞いたら多分わかってくれると思う。それぐらい本当に流行った。いや私の学校だけだったかな。いやでもね本当にねめっちゃ流行ったんよね。だって一回禁止令が出たもん。もうクルリンパダメだよって言われた先生に。ダメだよって言われたことある。だから小学校でダメってよく分かんなくないですか。小学校でさ髪型ってあんま決まってないじゃないですか。私毎日おろしていってたんですけど、
それでもダメって言われるぐらいだったから、相当よね。びっくり。こんばんは。あ、15分だ。じゃあ、あと15分ぐらいやります。あと前髪アシメみたいな、めっちゃ流行ってました。私はやってなかったけど、さすがにやんなかった。それはちょっとなんか自分にピンとこなくてやってなかったんですけど、前髪アシメもすごい流行ってました。こんばんは。前髪アシメは絶対あのね、あれだよ、似合うこと似合わないかがもう分かれるやつ絶対にあれはそう、失敗だったら失敗だし、似合う子はすごい似合うんですけど、似合わない子は絶対似合わない。私は似合わないです。やったことないけど分かる。こんばんは。まあやろうと思わないですね、アシメは。ちょっと絶対後悔すると思うんだよな。ベッカムヘアとか、ヘアは何で、何ですか？初めて聞いた。ベッカムヘアって何？初めて聞きました。何だろう、ベッカムヘアって初めて聞いた。こんばんは。氷食べたい。あー、サッカー選手。へえ、初めて聞いた。なぜかイニエスタっていう人は知ってる、サッカー選手その人しか分からん。あ、モヒカンなんだ。へえ、そうなんだ、知らんかった。なぜかイニエスタって方だけはね、知ってるんです。イニエスタ知ってるのか。え、なんかどこかで聞いたことあって、ずっと頭から離れないの、その名前が。ちょっとベッカムって人調べようかな。ベッカム選手っていうの調べよう。初めて聞いた。あー、初めて見た。へー、鼻高っこんな鼻高い人いるもうこんなんじゃん、鼻が鼻こんなんなんだけど彫り深すぎませんか。ちょっと負けてよ負けてよ、ひどすぎるちょっとなんか不平等不平等すぎ いや、めっちゃ鼻高かったよ。こんなんだったよ。もうここ、こういう風やった鼻が。なんで見たらもっとやばいんだろうな。こんばんは。知ってる野球選手誰ですか？中日だと阿部選手。阿部選手っています？いなかったっけ？阿部選手いるよね。阿部選手と、そう、めっちゃなんか歌ったんだよね、曲を。これ応援したんだよ、私野球見に行った時にメンバーと。そう、打て打てなんたらみたいな言った記憶があるから、阿部選手と、あとは
誰だろう、なんかその日が坂選手がちょうど出る日だったらしくて、ちょ出た日か、出た日でお父さんがラッキーだねみたいな言ってたのは覚えてる、ただそれだけでも昔結構っていうか野球見に行ってましたよ、 SK 入る前も野球。あ、そうそう、中日にいた時の、そう松坂投手、そういました、いました、そうちょうど出てきた時。あのね、ユニフォームがお家にあります、クローゼットにあるんですけど、自分の名前が入ったユニフォームがある、中日ドラゴンズの青のチェックの可愛いやつ。こんばんは。そう野球を見に行った時に、なんか前か後ろに前かな、前に小学3年か4年ぐらいのちっちゃい男の子2人が座ってて、ただ野球にすごい詳しいのか野球が好きなのか分かんないんだけど、すんごいなんかめっちゃ叫んでて、応援かみたいな、だからすごいもう入ってくるの、その声が耳に、なんかすっごいこう応援してるから、そうそれでなんかすごい私たちもやっぱ言わなきゃいけないのかなみたいななって、めっちゃその前の子たちが歌ってたから面白かったです、とても。野球でも見に行くのいいよね、楽しい。そうでもちょうどその日は勝ってました、そういえば私が見に行った日は勝ってました。そうで友達がそうチアドラやってて、そうちょうど見れたんですよね、今も多分やってると思うけど、そう一緒にチアやってたんですよ、その子と同じ習い事の場所で。そうまだきっと今もいると思うけど、そうちょうど見えました。行けいいよね、見に行きたい。でも友達って言ってももうめっちゃ年上だと思う、多分私が小学校1年生の時にすごいお姉さんだったから、え多分めっちゃ年の差ある、多分ね、分からんけど、いくつ年の差があるかは分かりませんが、でも結構ある。でもさ、そのドームとかにいるさ、そのなんか売ってる人いるじゃないですか、あれ楽しそう、重たそうだけどすごい。20歳になってビール飲みながら見ると最高だよ。でもなんかビールはちょっとまああんまり好きじゃなさそうな匂いがするから、ビールは飲まないかもしれないけど、でもお酒はいいよね、すごいなんか思うの、お酒いいよね、なんかお酒飲みながら見るものとか良さそう。あれって自分のお金になるんだ、売り子みたいな人は、すごっ。それだけじゃあもう売ったもん勝ちじゃん、そんなの知らなかった。
自分のお金になるんですか、それは。知らんかった。あ、常連さんがつく、何その制度。私もやろうかな、楽しそうだしな。いい運動になりそうじゃない、もうすごい歩き回って。その時は皆さんぜひ買ってくださいまだやるとかも決まってないのに勝手にやることになってる。でも常連さんとかやるのかっこいいね、なんかいいね。でもすごい筋肉つきそう、足に。だって重たいもの持ってさ、めっちゃ歩いてさ、すごいいろんな人からこれ欲しいですとか言われてさ、すごいしんどそうじゃない？絶対重たいよな、あれは。あ、買ってくれますか？やった。でもあれ可愛くない？なんかサンバイザーみたいなつけてますよね。あれ可愛いなって思う、めっちゃ。あ、初見の方ありがとうございます。 SK48 チームの石黒月です。ありがとうございます、こんばんは。そういえばなんかあれですよね、典型文なんたら文変わっ、なんか消えてるみたいな、更新しなきゃ。サンバイザーかわいいやん。定型文決まった色のリストバンド毎回つけて売ってる子もいる。頭いい、賢い、それは。あ、そうやって何でもやっていいんだ、そういうことは。すごー。でも絶対大変だけど楽しそう。いろんな人に覚えてもらえそうですよね、だって。何キロぐらいあるんだろう。すごい背負ってるよね、こういうリュックみたいな。あ、写真が変わったから初期化してんだ。なるほどね。じゃあ後で変えときます。変えときます、後で。こんばんは指が当たったこんばんは。こんばんは。あ、おんばんありがとうございます。もう29分やん。もう29分や。もうそろそろ終わりにします。明日は朝やります。明日は練習する。劇場公演の練習。ご飯いっぱい食べてね。食べます。今日あんまり食べれてないんで食べます。タンバリンありがとう、ありがとうございます。朝やります。今日はありがとうございました。ちょっといつもより短めだったんですけど、30分でありがとうございました。明日は朝するのでぜひ見に来てください。バイバイ、ありがとうございました。また明日。バイバイありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。